こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日はレンタカーを安く借りる方法ですね。転売を教えてるわけなので、何でもね、少しでも安く、少しったってね、1万円のものが、1万100円で買うか1万円で買うかってのはあんまり大した違いないんですけど、例えば、1000万のものがね、200万安くならないかとか、もっと小さく言えばね、旅行の航空券、150万かかるけど、なんとかこれをね、100万円以下にできないかとか、そういうのを意識すると、同じ料金で豪華に旅行に行けたり、安く旅行に行けたりします。で、ちょうどね、レンタカーを調べてて、これぐらいは、普通にやってほしいんですけど、もしかしたらやってる人いないかもしれないんで、レンタカーの借り方、あるいはね、ホテルでも航空券でもそうですけど、一手間かけるというのをお伝えしておきます。まず、レンタカー借りるのにですね、今回ゴールドコーストのレンタカーを調べました。で、ゴールドコースト、レンタカーって調べると、こういうサイトが出てきます。で、例えば、日産の、このデュアリスってやつですね。借りると284ドルと。で、エクストレイル237ドルというのが出てきます。でね、この中で、ハーツの、車があってですね。で、ハーツの車でいいかなと思って調べたら、ちなみに同じ車、SUV で調べると、これですね。日産デュアリス。284ドルだったのが、全く同じ日程で借りて、138ドルと。ほぼ半額ですね。これ1日と2日じゃなくて、同じ2日間借りて、ほぼ半額で借りられるというのが、見つかりました。これは結局ですね、初めに一番上にヒットするのは SEO をかけてるこの比較サイトがヒットするんですけど、そこで素直にね、借りてしまうと、その SEO で、あるいは、PPC で使ってる広告費が乗っかった値段で借りるということになりますね。高くなります。でね、ユーロカーとかハーツとかね、一個一個調べるのは大変なんですけど、その車、借りたい車を持ってそうな、レンタカーショップのサイトを直接検索すると、こういうふうに安いのが見つかるという次第です。これね、比較サイトのキャンペーンのが安かったりとか言って非常に複雑なんですけど、複雑なだけにですね、ほとんどの人はめんどくさいんで初めに出たところで、借りてしまいます。で、転売なんかも初めに出てきたところですんなり借りちゃう人を対象にね、売るのがいいんですけど、自分が借りたりで、ね、買ったりするのも同じことやってちゃしょうがないんで、自分は安く借りると。少しでも安く買うというのを意識してやることが大切です。今回はレンタカー。レンタカーはね、おおむねこの比較サイトでそのまま借りるよりも、比較サイトで、借りる車を決めたらですね、そのレンタカー会社をもう一回検索すると。さらに、もう一個、もう一ひねり行くとすればですね、ハーツクーポンとか検索してですね、クーポンがないか調べてみるというのも一つの手です。今回はね、使えそうなクーポンなかったんで、そのままハーツで、140ドル。2日間、丸2日借りて140ドルですね。約1万3000ぐらい。非常に安く借りられるんで、これにしようかなと思いました。旅行のプランなんかはね、結構な費用がかかりますし、予約の取り方によってね、同じ金額でも泊まるホテルや使う飛行機が全然変わりますんで、ここは頑張って調べて安く賢く旅行してください。もちろん会員の方にはこのプランのアドバイスなんかもしますんで、どこどこへ行くんですけど、何かいいプランないですかというのを聞いてください。ちなみに少しでも安く行きたいって場合と、できればビジネスで行きたいとかね、できれば5つ星泊まりたいとかいうのだと全然アドバイスが変わりますんでね、どっちの旅行がお好みなのかも教えてください。基本的にはどっちにも対応できますけど、どっちかっていうとビジネスクラスで行って5つ星泊まるとか、そういう方が自分は好きなんで得意です。ただね、少しでも安く行くっていうのは、それはそれで若いうちとかは全然 OK だと思いますんで、少しでも安く行くケースなんかもアドバイスさせていただきます。お気軽にご質問ください。今回はレンタカーを安く借りる方法をご紹介しました。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。